はい、こんにちは、えー。今回のサムネのタイトルはですね、えー、滅びゆく情報弱者、ロスチャイルド、まあ。なんでロスチャイルドが情報弱者で、そしてロスチャイルドが滅びゆくのか。まあ、滅びゆくロスチャイルドとはわかるにしても、なんでロスチャイルドや、まあ、ロックフェラーや、まあ、ジョージ・ソロスや、ビル・ゲイツが情報弱者なのかっていう、彼らこそ情報をコントロールして、まあ、自分たちの 金持ちだけがくっついて今、人類を削減したり、えー、いろんなひどいことやってますね。えー、彼らがなんで情報弱者なのかっていうふうに皆さんまず疑問に思うと思うんですけど、えー、この彼だったら要するに単に金を持ってるってだけで、えー、物質的、あの、欲望の世界の、えー、ヒエラルキーの一番に自分たちがいて、金持ちだから自分たちはヒエラルキーの一番に行って、自分たちは国家を裏で動かせると。 まあ、いろんな世界気候を国家で動かせると。だから、俺たちはヒラルキのトップにいるって思ってるのは、ロスチャイルドや、ロックフェラーや、エービル・ゲイツや、ジョージ・ソロスや、そしてその、えー、思想的なリーダーのユバルのハラディ。で、それを勘違いして、このユバルのハラディに、エービル・ゲイツだとか、マーク・ザッカーバーグとかくっついてきてますと。えー、それで今、まあ、いろいろやってますね。ところが、そこの中にも、きちん、そこに反響を翻すイーロン・マスクなんて人が出てきましたね。 まあ、いろマスは世界一の金持ちなのに、そんなレンジと組みしないで、まあ、ツイッターを乗っ取って、まあ、ここの金使ってるんですけどね、最初で、最終的には。乗っ取って、今、共和党に入って、おかしいんじゃないかっていうことで、まあ、正しい方向に世界を導こうとしてるというふうに言われてますね。はい。まあ、彼が結局これからの宇宙産業、あるいはこの世界に広がっていくべき、自動車産業ですね。これを彼が握ってるんで、彼は非常に重要な人物で、 まあこういうですね、自分たちがヒエラルキーのトップにいると思っている、単なる金をだけを持っている連中とは、が全ておしゃいするっていうのに、この人は納得していないわけですね。はい。ところが本当のヒエラルキーってのは、えー、金持ちが一番上にいるわけではなくて、本当のヒエラルキーってのはもう4段階あって、一番上のヒエラルキーっていうのはもう、如来と菩薩なんですよ。この存在の世界のヒエラルキーの一番上は如来と菩薩で、 真空の中に、えー、如来が、えー、ビッグバンを起こさせますと。それでできたのがこのメタバース世界であって、その菩薩が、えー、この世界に降りてきて、そうするとちゃんとその菩薩がですね、えー、この樹悉の教えって言って、ビッグバンを起こすための知性、情報を伝えるための設定があるのがこのメタバースなんですよ。それが文明であって、この文明は一つじゃなくて、過去に遡ると、まあ、 この文明の前には、まあ、キョブグリテペ、キョベリテペってなって、さらにその前には、まあ、アトランティス統一文明があって、さらにムー文明があって、さらにはリムリア文明があったっていうのは、古代の記録にありますね。まあ、この話はちょっとまた別な機会にするんですけど、まあ、このメタバース世界を作ったのは、えー、磁気をもらった菩薩であると。これが一番、この世界の存在のヒエラルキの一番上にいる、えー、人たちなんですよ。この人たちが最大限の情報を持って,いて、それはビッグバンを起こせるっていう、えー 力と情報レベルなんですよ。で、その2番目にいる人たちは、これが、まあ、アインシュタインや、ニールス・ボアや、シュレディンガーや、えー、ハイゼンベルグや、エバレッタっていった、まあ、学者、量子力学レ,レベルの人たち、ね、この人たちは7次元の塗装線にいるっていうのは、お釈迦様の説明で、まあ、今の最高次元の人たちっていうのは、まあ、えー、高地在点って言っても、時間と空間を超えた高地在点ってのは仏国土って呼ばれている世界である、 で、って,っていう。で、その下にいるのが、まあ、7次元の塗装点、ね。ここは、なんで宇宙が生まれたのかっていう。これを探求してると。で、この探求心によって、この人たちがこの世界に生まれてくると、まあ、過去から言えば、アリストテレスや、えー、ガリオや、えー、ニュートンだとか、アインシュタインだとか、ニールズ・ボアとか、フデニーになって、これをすべてこの世界に提示してくると。そうすると、この人たちは7次元的な、 は、それ、どん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 この三次世界を発達させてくれて、そして、えー、コンピューターとか、原子爆弾とかいろんなものを作って、世界のテクノロジーを発達させると。で、最終的にはこの世界は、えー、もう、量子力学では、波の状態、真空の状態であると。その中に原子がこっちに生まれて、こっちに原子が生まれてっていう、この運動をただしているだけであると。えー、この人間世界も同じことであって、実はこの時間と空間って一つの原子がここに生まれると、それがまた連鎖した別な、 え、空間をまた生み出して、これでエンタングルメントで成り立っていると。で、この無限のエンタングルメントが繋がり合っていて、それが一つの波の世界の繋がりを作っていると。まあ、これが量子力学的な宇宙論ですね。7次元ですね。で、これが現在今もこのコンピューターの中に入っている、えー、マイクロチップ、半導体にも応用されていて、それがもう完全にもう重ね合わせの世界を、えー、コンピューターとして実現すると。これが第2段階目のヒエラルキーですね、存在の。 で、その下にいるあるヒエラルキー、まあ6次元、5次元、4次元、3次元になりますけど、まあこのヒエラルキーの人たちっていうのは、まあクリエイターとか、わかりやすくクリエイターとか、まあ自分たちのことを神々なんて言って、この3次元世界にいろいろ降りていって、まあ神社とかいろんなのになって、いっぱい神社になったりとか、まあベーダーのいろんなインドのお寺にいろんな神様が祀られてるのとか、そういう人たちがいますね。この6、5、4、3っていうのはこう、重なり合ってるんですよ。 ところが普通の三次元の人間、四次元の人間では、感覚の人間だ。これがわからないと。これが四番目のヒエラルキーで、これに属しているロスチャルとかロックフェラーっていうのが、この空間だけが全てであるっていう、イバルのラにの、えー、インチキなゴミのような思想に染まって、この世界をじゃあどうしたら支配できるのかっていうことでやってるのが今始まった、ネロトの年から始まった一連のことであって、さらにこれから、えー、サルトウキンなんていうのを巻いて、 どん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 人口削減させて、えー、飢餓状態を世界に作ってプーチンを利用してですね、さらに人口削減して、さらに日本と中国を戦争させて、さらに人口削減させようなんていうひどいことをやってんのが、えー、イバルの原木を中心とした思想グループだって、その下には、えー、ジョージ・ソロスや、えー、ビル・ゲイツや、ロク・エラ・ロッセンなんていうのがいますと。はい。これが一番下のヒエラルキーで、この地球の、この時間と空間性一つのこれを侵略しようとしてますと。 で、その上にいるのが、まあ分かりやすく言うと、安野さんとか、えー、ですね。この人たちは、えー、一応こういうものとは関係ないような立場にいますけど、実はこの映像クリエイターとか、まあ芸術家っていうのはもうみんな哲学書とかいっぱい、物理学書とか読んで、自分の作品の中に、えー、今のこの三次元世界、物質的に狂,狂った三次元世界を超えた世界観をな探求してるんですよ。で、それを、 上にいる、こういう人たちの、えー、メタバース世界、あるいは、量子的学的な波の世界っていうのを、まあ、今、理解できるクリエイターが出てきて、それが作ったのが、3ヶ月前に見たスパイダーマンなんていう作品があったんですよ一番新しい。スパイダーマンの中でもマルチバース世界があって、3人のスパイダーマンがこの我々の空間の中に出てきて、で、それぞれ、 スパイダーマンでも特徴があって、なんか糸を、糸を直接指から出すスパイダーマンと、なんかここに機械をつけてプラスチックの糸を出すスパイダーマンとかいろんなバージョンのスパイダーマンがあって、その3人がこの私たちの空間に入ってきて、他のメタバース世界ですね。で、他のマルチバース世界からたくさん悪党がこの世界に集まってくるなんかきっかけができちゃったんですよ。軸が割れて。で、この世界を救うために3人のスパイダーマンが、他のバース世界から集まってきて、他から来る、えー、悪党が来る前にそこを塞ごうってう、そういう話が、 三ヶ月の間にか私のスパイダーの話ですね。で、その後、ドクター・ストレンジがありましてね、ドクター・ストレンジってのはいろんな、ある女の子が、えー、空間に穴を開けて、他のメタバースを繋げちゃう力を持った女の子がいて、その人と一緒に飛び出していったら、えー、いろんな72個のメタバース世界を超えて、超えていく中で、自分が人間型の,の自分である世界、えー、き液体型の自分である世界、なんか変なわけのわかんない生命形態の自分がある世界を超えて、 別な世界に行きましたそうするとまたそこに自分と似たような、えー、ちょっと違う、ほんのちょっとだけ違う、えー、キャラが、と同じ自分がいると。で、また別な世界にメタバスが飛ぶと、そこでもまた自分とは違うキャラの自分がいて、まあ、結局自分のいた世界から未来で、滅亡する寸前の世界にいた自分と戦って、そいつを殺して、なんかまた新しいメタバース世界に戻ってくるとか、そういう話ですね。ところが今回のシン・ウルトラマンの安野さんが示したメタバース世界、非常に全体像を、えー、言ってる世界で、 まあ、この世界はメタバースで無限の世界が重なっていると。で、この地球にですね、そのメタバース世界にまず、ザラブ星人っていうのが地球に来て、地球の総理大臣とかと相談して、共存共用していこうということになったと。で、その日本とザラブ星人が新しいテクノロジーを日本に提供すると。だけど、そのテクノロジーは他の、えー、ヨーロッパとかアメリカも、えっと、欲しいので、監視のことに日本が交渉していると。だけど、日本にはウルトラマンがいると、あの人は何だったってことで、ザラブ星人は、 で偽ウルトラマンになってなんか街を公演して、あいつは悪い奴だっていうのを演出したんですけど、こいつはメフィラス星人になんかやられちゃうんですよ。ところがこのメフィラス星人じゃは随分昔からこう、この地球にいた、えー、異星人であって、地球人をうまく騙して、そして、えー、ウルトラマンがなんか変身するとなんかベータカプセルのあの、あれを使って、えー、人間も別空間から別なメタバースから巨大化した自分をこの三次元世界に連れてくることができると。 で、連れてきた自分っていうのはものすごいもう人間型の生命体じゃなくてもう生物兵器になると。で、それができるっていうことが、えー、この世界に証明されたということで他のメタバース世界にいる異星人たちもそれに気がついて退去してこの世界に来るであろうっていう。で、このテクノロジーを盗む、知ってしまった宇宙人たちがこの世界に怪獣を送り込んできて人類を滅ぼしてそれをウルトラマンが、えー、助けるっていうのはどうもウルトラマンができた、えー、マイストーリーをっていうことで今回 やったらしいんですよ。で、この二人のザラブ星人とメフィナス星人じゃ、ってのは外星人っていう設定ですね。地球を乗っ取ろうとする。で、さらにザラ、メフィナス星人のおかげで、怪獣が連続して現れるっていう、他のメタバースの宇宙、異星人たちがこの地球を狙って、地球人たちを生物星器に使って、他のメタバース世界を侵略しようっていうことに使おうとする、えー、ことで、怪獣を送ってきて、地球人を滅ぼそうとすると。地球人を乗っ取ろうとすると。ところが、ゾフィーが、ゾフィーっていう三番目の異星人が来て、 えー、ウルトラマンが会場をやっつける姿を見て、えー、ウルトラマンの本名はルピアっていうんで、ルピア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 、お前はなんでこんな地球人、地球人、地球人、お、助けるんだ、助けるんだ、助けるんだって、この、この喋り方がなんか私の昭和の世代と懐かしい喋り方で、地球人は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 、自分を犠牲にして、自分を犠牲にして、えー、に 他の人を助ける助ける助ける。そういう心を持った人たちだった。だから私はこの人たちは絶対に生かすべきだ。そうじゃないだろう、ないだろう、ないだろうと。こんな地球人は早く、この空間ごと消滅させて、他のメタバース世界の外星人たちが悪さをしないように食い止めなくちゃいけないというのはトフィーの説で、そして Z トンを連れてきて、Z トンがなんか地球の外空間でだん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 でっかくなって形成されていって、それをウルトラマンがなんか叩き壊すけどやられちゃって入院しちゃうっていうのはこの話なんですよ。だけど最終的になんかウルトラマンは Z トンと戦って、 え、六次元にあるプランク空間に吹っ飛ばされちゃって、その空間の中、レグルトラマンが瀕死の状態であると、ゾフィーがその空間になってきて、君が生きたいという、生きていたい、生きて地球を守りたいという意志があったから、僕はこの空間を見つけることができたって言うんですよ。まあ、ここでメタバース世界のなんか仕組みがいろこう、全体から語られるっていうのは、これ非常に、実はこれすごいことであって、まあ、ヒエラルキーが4段階あるうちの存在の一番上が、ですからビッグマンを起こせる H を、この、如来ですね。 この如来からこの世界に学びに来てるスーパーダイバーサス。そしてその人たちに手に剣がついて磁気をもらって、その人は如来になって磁気をもらって、他のメタバース世界を事実に作れる菩薩たちですね。これが一番最上級のヒーラルキー。そして二番目が、えー、まあ天章人間から逃れないにしても、アインシュチャンやニュールスボアやシュレディンやハイゼンベルドでなんでビッグバンが起こったんだっていうことを探響しながら、まあこのメタバース世界の構造、えー、粒と波の構造の中には可能性の世界は無限にあるっていう。 これを発見した人たち。で、さらに、これはもう、この世とあの世っていうのは、はさかいがないと、死んでる、生きてるっていう状況は関係ないっていうことをこれ発見してるんですよ。で、それを物語にした、えー、第3番目のヒエラルキーのアンノさんですね。で、このアンノさんのヒエラルキー世界っていうのは、まあ、5次元、6次元で、まあ、この6次元のヒエラルキーにいる人たちっていうのは、テクノロジーを使って、自分から因果率のある、つまり、まあ、シュレディンガー、 とか、ハイゼンベルグが、えー、言われてたんですが、一人の人間っていう個性があると、そこから無限のメタバース世界が発生していると、例えば一時間前に死んだ自分、一秒前、一秒前、一秒前、どんどん死んだ自分がいて、それがまたあの世にもいて、生まれ変わってもいて、それが一つの、えー、6次元までの、7次元までのメタバース世界を作ってるっていう。これが一つのメタバース世界だって、これをお釈迦様は三千世界って言いました。 で、このメタバース世界の中には結局自分、無限の自分がいて、そこから派生してさらにいろんな他人って見れるんですけど、それも実は繋がり合ってる自分であったと。実はザラブ星人も、メフィラス星人も、ウルトラマンも、ゾフィーも、実はそう、自分から派生している一つの、えー、三千世界、メタバース世界の順になったと。で、このメタバース世界が無限に集まると、一人の人間のメタバース世界、派生してるメタバース世界が無限に集まると、 仏国度。そしてその仏国度が無限に集まると、一融通無限の世界。そしてこの一融通無限の世界が無限に集まると、真空。そして始まってない状態からどこかに生まれると、必ず過去に命がいてっていうのは、これが一番最上級の人のヒエラルキーの見方なんです。まあ、ちょっと難しいんで、まあ安野さんのレベルに話し戻すと、まあこの6次元ぐらいの人だと、えー、この一つの3000世界ですね。テクノロジーで自分と関連した過去に行けると。 それが実は、このメタバース世界にいる、一番下のメタバース世界にいる、ええー、まあ、メフィラス星人であったり、あるいは、サラブ星人であったり、この空間であったり、それは、ヤーベであったり、まあ千、6000、7000年前ぐらいに地球に来て、えー、人工人間を作って、えー、シュメール人、えー、バビロニア人、さらには、ええー、アブラハムからユダヤ人を作って、そしてユダヤ王国を作って、さらには、 えー、世界に散らされて、キリストを殺して、一番上から来たキリストを殺して、世界に散らされて、また集まってきた、今の、まあ、イスラエル帝国。まあ、さらには、ここに復活させて、ここにくっついて、ここを根城にして、世界に多国籍な、えー、エマニエル、中日大使だとか、あと、ゼレンスキーだとか、コロモイスキーだとか、えー、彼らは二十国籍みんなユダヤ人ですね、イスラエル人ですね。で、その大元には、ロッセルとか、 ロック個ラー。さらにはここで金の力を使ってガーファとかを支配しているのが一番下のヒエラルキで、この人たちはイバルのハラギよりこの世界、三次元空間っていうのは一つであって、この世界を支配することだけは全てだと。この世界っていうのはもう、我々の全てあるっていうのはこれがイバルのハラギの発想ですね。マルクスの発想ですね。で、これをやってるのが一番ダメな連中で、結局この人たちは人間を殺すことによってテクノロジーでこの世界を支配しようとしてるけど、結局はそこからのシナリオが、このバイタバス世界の文明の最後のシナリオがここに書いてあって、 最,最,最初は、えー、メシェクとトバルのオサである、まあ、プーチン。これを引きずり込んで戦争を起こさせるけど、えー、この人は、なんとか、七々々でロシアが勝って、イラ,イランと、えー、トルコ、さらには北アフリカと連合して、この連中の根城である国を襲うと。だけどそこに、えー、メタバース世界でこの仕組みをセットした、 えー、メタバース世界から外星人であるヤーベがまた戻ってきて、自分たちの、えー、作った、えー、この、なんとか人を守ると。で、一瞬で、6次元テクノロジーで、プーチン軍団を消滅させると。だけど、そこに、で、一つの、えー、統一馬政府を作ろうとすると、この連中がですね、このうんこみたいな、えー、ロスサイド、ロックフェラー、ミルゲイツや、えー、 ジョージ・スロス、うんこのような連中がまた統一政府を作ろうと、そこで中国を使って、大洋の毛玉として叩き潰すのはこれにちゃんと予想されてて、そしてそれが叩き潰されると、えー、今度、ヤーベは自分が来るんじゃなくて、長老たちを連れてくると。この民族の過去にいた長老たち、エディアやモーゼや、えー、エゼキエデやダニエルが出てくると。それでこの世界は収まるって言うんですけど、その世界を見れる人たちっていうのはですから、アンノさんぐらいの、 まあヒーラルキーの3番目ぐらいに入っている人たちなんですよ。ここからがこの世界を見て、その前にだからいっぱいもう死んじゃうんでしょうね。ですから、最後の時が短くされるっていうことを、このロスサイダー・ロコエラ・ジョージ・ソースやゲイツっていうのは自然にやってんでしょうね。で、自分たちも滅ぼされて、その次にライオンの毛物がこの世界を支配すると。だけど、キリストは予言によると、そのライオンの毛物がこの世界を えー、紛糾して、まあ、核ミサイル撃ちまくってやるんでしょうけど、紛糾して支配する時間が短くされなかったら人類全部全滅しちゃうよって言ってるんで、この時代も短くされるために、えー、この4番目のヒアレルティに属しているこの世界の7割8割ぐらいの人たちが、まあ、早く消滅するようなプロセスは今進んでんでんでしょうね。で、その残った人たちには、ン野さんのようにメタバース世界に埋めて、そのメタバース世界のこの地球の未来の一つから、 え、長老たちがやってきて、そしてその世界とミックスされて、この世界は、えー、めでたく、波の中の五次元世界にあって、そして生き残った人たちは、その世界見える人たちは、安野さんであれば、まあ自分の好きな、えー、クリエイターの世界に行くし、まあ日本神道が好きな人は、えー、高間原に行って、五次元高間原に行って、それで自分の好きな神様、住吉たちが好きな人、えー、ザざらイザざらが好きな人、えー、 大国にお住みのことが好きな人、えー、なんとか、えー、人務のが好きな人とか、いろんな国があるんですよね、窓、ま、の中に。そこに行くと。で、ヤーベの世界が好きな人は、えー、まあ、エリアが好きな人はエリアのエリアに行って、あと、エゼケが好きな人、えー、ダニエが好きな人、いろんな預言者が好きな人、えー、ハガルが好きな人、そんなところにまた村があるんですよね、いっぱいね。これが、ですから、五次元テクノロジーで、そこからまたどっかに生まれ変わると、この地球の未来の時代があって、 で、それは、えー、5次元に行けなかった人たちが、地球に、地に残された人たちを作った文明で、それがこの文明よりも少しだけ進化した、それがですからスポックのいる世界であって、スポックは、えー、この空間を、ずっとこう、あ、それは、できた空間、スターウォーズの世界ですね。スターウォーズの世界であって、それは地球を発祥とした文明と、他の外星人たちの、えー、文明があって、それが宇宙的なところでこう争い合っててる文明ですね。はい。まあ、ワープで多少空間を色はできても、 過去に遡ったりはできませんと。だけど、スポックがあるこの5次元世界っていうのは、テクノロジーを使って過去の地球にも行けると。だからまあ、そういう話も、えー、この5次元のクリエイターたちっていうのは、我々に、この物理学の最大限の知識を、えー、使って、スタートレックとかそういう科学的なテクノロジー番組として、1960年代あたりからも、えー、提供してくれてます。で、その、えー、提供したものの、えー、情報の、あれもだから晴天ですよね。スタートレックとか、このシーウルトラマンも晴天ですね。 えー、案のさは全部まとめて、一つの三千世界をメタバース世界って言って、外星人の関係だと。それはそのまま、ヤーベとか、あとですから、キョブリテペを作った同盟とか、ヤーベの時代の、えー、エノクの書を見ると、その頃は、シュメール時代は、今から五千年ぐらいのシュメール時代っていうのは、まあ、アダムとイブの時代っていうのは、えー、円盤に乗って、えー、五次元とこの世界を生き返してたと。また、日本し神道の古事記や、えー、あと、高いうちも社の中に言うと、やっぱり日本も、えー、この世代のを行ったり来たりしていて、えー、 スサノオの御女なんかは一回ちょっと、えー、挨拶に高ま原に行ってくれなくて5時に行ってくれなくてそういう時代だったと、えー。そういう時代もちゃんとあったっていうことは、えー、北九州にある秘文ですね。その秘文には、つくよみ王国とつくよみ族とアマテラス族とスサノオ族っていうのがちゃんと九州に三分割して,て、その三つがちゃんと一緒に、えー、それぞれの国の言葉で条約として協力して、えー、畑を耕して頑張りますっていうのを、その上にいる高ま原の権力に対して条約として結んだってありますね。ですからまず、 一番下のヒアラルキーってのは、この世界が全てであると思って、この空間が全てであると思って、金の力自分たち一番上にいると思って、え、今やってる、ひどいことをやってる連中、ロスチャル、ロックウェラ、え、ビル・ゲッツやジョース、これがですから、人間のクソであって、悪魔って呼ばれる連中ですね。ところが、その上にいる、まあ、アンノさんっていうのは、自分たちの方で、まあ、クリエイターたちっていうのは、スター・トレックだとか、アンノさんとか、え、なんとか、ドクター、ドクターなんとかとか、あと、スパイダーマンなんて使って、もっと上の、 見方があるんだよって五次元的な視点で我々をエアアを通して、ここが一番早いですね。この我々の情報。スタートレックとか。で、我々を感化してくれると。で、その上にあるのが、この人たちに情報を送ってる、ええー、まあ、物理学生。で、その上にあるのがもうビッグマンを起こせる、ニョライト、菩薩たち。この四つのヒアラルキーですね。で、まあ、6次年ぐらいの人ですから、神々って言って、そのテクノロジーで自分の過去に、因果児な過去に来れると。で、その連中が、まあ、ウルトラマンだとザラブ星人とかメビラス星人とかゾフィーなんですけど、実際にはそれはヤーベとか、 えー、巨部売り計画を作った文明とか、あと、甲府に降りてきた、あの、ヤンキー宇宙人二人とかが、えー、過去の、自分たちの過去の地球に来てやると。このヤンキー宇宙人二人なんて、ですからなんか、多分、向こうの五次元では、あんまり、冴えた人たちじゃなくて、マッチのマーチみたいのを中古で買って二人でなんか来たら、たまたまこの自分たちの過去戦に来たんじゃないですはい。こういう世界観ですね、四つのヒエラルキーがあるってことと、えー、ギバルのハリア、ジョージ・ソルセア、えー、この連中、えー、ロッサイドや、 この連中とは一番下のヒエラルキー、その連中は今この世界を支配しようとしてるけど、こいつらはバカで悪魔っていう。これが今、このプロセスで滅ぼされて、上の天に登れる人は五次元に行って、地に残される人は次の文明を作って、そして、磁気をもらった人は最高次元の最大のヒエラルキーの世界に行って、そして、まあ、地に残った人の中でも学者たちっていうのは、地に残ってまた新しい、このテクノロジーを三次元に提供し続けると、天承儀にしたで、ね、七次元のアインシュタインやニールス・ボーネンですね。 この四つのヒエラルキーが重なり合っているのが、この三次元なんですよ。で、三次元の文明っていうのは一定の期間、正方のない、造方のない、そしてマップのないと、それでテクノロジーもされて発達して、平面はマルチバース世界に同化していくと。で、同化できない人たちはその世界に残るか、まあ地獄に落ちてまたそういう世界を三次元を転生輪にするかって、で最大の生まりの人たちはビッグモンを起こせる治水を得る。 これがこの三次元に集まってきた人たちの四段階のヒラルキーであり、この三次元がある目的なんですよ。はい。で、この三次元ってのは実は、無限のメタバース世界であり、さらにそのメタバース世界が無限に集まって、仏国であり、仏国で無限に集まって、ユーズメタ世界であり、ユーズメタ世界が無限に集まって、何もない世界。これをお釈迦様は、他方におられる遺骨の全体って言ってたんですけど、そして、無償に何も始まってない世界ってあると。はい。これを一息で言ってしまうのは、まあ、ちょっといないでしょうけど、まあ、ゆっくり、このあたり、えー、何回か聞いて考えてみてください。 えー、これからなんでこれがこの世界に残ってんのかそしてなぜこういう科学の進歩がこの文明、この空間の中にあるのかそしてなぜこれがこの世界の過去の如来の外語の教えに残ってんのかあったら今言った言葉の中に全部入ってますね。はい、今日はいいです、どうも。